めちゃくちゃいい感じですね。昭和レトロ的な感じのうさちゃんカットされてます。うさちゃんカット、めちゃくちゃ懐かしくないですか、牛乳カップ。はい、どうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もですね、最新のガチャガチャ7個を回してきましたので、こちらを開封していきたいと思います。はい、まず1個目はこちら、純喫茶看板ライトでございます。ケンエレファントさんから出しているかなりリアルな看板ライトがガチャガチャとなって登場しました。早速開けていきたいと思います。いやー、オープン、パカッ。さあ、今回は何が当たるんでしょうか。まずはラインナップから見ていきましょう。純喫茶アメリカン、喫茶フルール、コーヒー美学アベー、喫茶ソワレ、高瀬洋菓子の全5種類となってます。めちゃくちゃいい感じですね。昭和レトロ的な感じの看板がたくさん入ってますね。 SH さん的には東京都なので、この池袋にある高瀬ですね、高瀬洋菓子の看板が欲しいですね。さあ、今回は何が当たったんでしょうか。でんてん、おー、来たすげえ、来たじゃん、来たじゃん。いや、マジで当たった。高瀬って呼び捨てにするのもちょっと失礼ですけど、高瀬さんの看板が当たりました。あ、裏も表も高瀬、これ最高だね、これ最高。そしてここに入ってるのは、あ、ステッカーも入ってます。高瀬、一番欲しかったやつ当たりました。やったー。ここがマグネットになってるんで、冷蔵庫とかにもねつく感じなんでしょうか。そしてこの絶縁テープを、はい、外します。スイッチオン。おー、綺麗だわー、綺麗綺麗綺麗、いい感じに光ってますよ。ちょっとでも寄ってる感じしますよねちょっと右寄り。いや、めちゃくちゃいいの当たった。ほら、洋菓子と喫茶お食事ね、これ階ごとに分かれてるんですよ。高瀬さん、今でも池袋に行くとちゃんとね、このビルの中にねあります。で、1階はねパン屋さんですね、パン屋さんもありますんで、皆さんぜひねお近く行ったら見てみてください。看板だけでも、せっかくだったらね、中に入ってお茶でもしてみてはどうでしょうか。あ、これなんか見たことある、結構有名だよね。はい、続きまして2個目はこちら、昭和喫茶モーニングマスコット。こちらもちょっと喫茶店つながりで回してみました。パカッ。今回は何が当たるんでしょうか。あ、白黒ですね。まず A 小倉トーストセット、 B ハムエッグセット、 C サンドイッチセット、 D ピザトーストセット、 E フルーツのせセットの全5種類となってます。そして当たったのはこちら、ででーん、あー、すげーすごい、なんか入ってる、いっぱい細かい細かい、じゃじゃーん。あ、落ちた、何かが落ちました。当たったのはこちら、フルーツのせセットが当たりました。そして入ってるのがこんなちっちゃいスプーンとフォークと、まだこちらにもあります。これじゃーん、コーヒーも入ってるの、これめちゃくちゃいいですね、かわいい。ほら、こんなちっちゃいの入ってる。あ、ちょっとほら樹脂っぽい感じ。モーニングが当たりましたよ。モーニングが当たりましたというか、全部がモーニングなんですけど、フルーツのねセットが当たりました。めちゃくちゃリアル。リンゴとかちゃんとほら、うさちゃんカットされてます。うさちゃんカット、ほら、もうせっかくだからもう食べてよ。あ、おしゃれ入ります。朝はパンパンパパン。はい、続きまして瓶ヨーグルト&ヨーグルトケースマスコット。これもめちゃくちゃね楽しみなんですよ。パカッ。ラインナップはこちら、
うわーめちゃくちゃかわいい。これショートタイプケースとロングタイプケースがありますね。プレーンヨーグルト、いちごヨーグルト、みかんヨーグルト、プレーンヨーグルト、ブルーベリーヨーグルトの全5種類です。楽しみ。これ小学校の時に出てた気がするんだよね、これね。あー出ました、トイスピー牧場プレーンヨーグルトのケースがありますね。まずケース、さあ中身はどんなのになってるんでしょうか。ででーん、あ、いましたいました、これだ、これですちっちゃちっちゃプレーンヨーグルトが当たりました。いやーかわいい、めちゃくちゃ余裕ありますねこれね。だからいっぱい回してここ埋めてね的な感じですかね。開けちゃう、ほら、あ、取れた取れた、取れました。あー懐かしい牛乳キャップ、めちゃくちゃ懐かしくないですか牛乳キャップ。プレーンって書いてありますよここ。うわーこれはすごいね、ビニールと、ほら、あ、これ切れちゃってるね、輪ゴム切れてますこれ、ほら劣化しちゃったのかな。いやーまあ1個開けろ的な感じだったんでしょうかね。いやーでもいい、ほらリアルな牛乳じゃなくてヨーグルトか、ヨーグルトの瓶入ってますよ。そしてここで収納、いいじゃないですか。いやもっと、でももっと欲しかったね、うん、4つぐらい欲しかった。いやちょっとねこれモーニングではないんですけど横に置いていきましょうか。はい、続きましてこちら小人図鑑お座りマスコット、これをね4回回してきました。いやちょっと最近ね動画に出てもらっているこのね小人図鑑の桃尻ちゃんなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんでね、この仲間たちをねゲットしようと思ってまたね4回回してきました。それでは小人図鑑オープンしていきましょう。パカッとラインナップからね見ていきましょう。いやめちゃくちゃ可愛くないですか、桃尻ちゃんがめちゃいいですよね。仏赤羽、隠れ桃尻、絞り大乳、リトル花頭、すもものうち、紅きのこ人の全6種類ですかねになってます。このシリーズちょっとね開封動画出してなかったんですけど、隠れ桃尻がね1回目で当たりまして、早速こうやって登場していただいてるんですけどもね、めちゃくちゃ可愛いっすよねこれね。いやちゃんと今回どんなお仲間が出てくれるんでしょうか。じゃあまず1個目こちらでーすもう見えてますね、もう見えてます見えてますまた出ましたよこれが、でーん隠れ桃尻かぶりました、かぶってしまった、2体になりました。そしたらねじゃあ次開けていきますよ。パカッと当たったのはこちらで、まさかの隠れ桃尻3体目もうどうしたのこれマジか、可愛いけどな、うわー桃尻、まあ、ちょっとね次こそはということでまた回しました。さあ開けていきます、パカッと。さあ次もなんとです、またなんでこうなっちゃうんでしょうか、でーん4体目の隠れ桃尻ちゃん当たりました。ちょエグザイルみたいになってるけど大丈夫、いやーこんなにいらないなー桃尻ちょっとみんなで食べようぜ高瀬のさモーニングを、ピザ食べたい、リンゴうまい、お腹痛い。そして最後です、こちら小人図鑑お座りマスコット、最後何が当たったんでしょうか。パカッと、さあやっと出ましたよちょっと怖いな怖いな、桃尻ちゃんが可愛かっただけに少し不気味なのが当たりました。じゃーん、うー紅きのこ人、紅きのこ人が当たりました。あ、どうも、初見でございます。これ肝皮だな、大丈夫仲間に入れるの、これ。なんとか人見知りはしない方ですから、ちょっとこうなっちゃうよね、一歩後ろになっちゃうよねこれやっぱ。
はい、ということで今回はこちらのガチャガチャを開封してきました。もう小人図鑑が大変なことになってます。まあこれはこれですごく面白いんでいいかなと思います。でね、これ良かったのはケンエレファントの喫茶店看板ライトで高瀬が当たったっていうことがものすごく嬉しいですね。そしてレトロ可愛いです。モーニングもなんかこう純喫茶って感じですごく良かったです。今回はちょっとね珍しくキャラクターものを紹介してきましたけども、いかがだったでしょうか。また新しいガチャガチャ見つけましたら開封して共有していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。